お待たせいたしました。福岡ソフトバンクホークス対中日ドラゴンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ホークスの先発はルーキーの坂東、対するドラゴンズの先発は右の鈴木、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。ワンアウトランナー一塁という場面で三ツ俣、第9初球送ってきました。ピッチャーの左へ転がした、アウト、スコアリングポジションになっ、右の鈴木マウンドに上がりました。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは真砂、投げました、初球打った、ピッチャー返し、抜けた、真砂ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。投げました、打ちました、三ツ俣浩太取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第4球を投げました、直球外れた、フォアボール、続きストレートのフォアボールを与えます。長谷川優也、背番号24。第5球投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ、抜けた、センターバックホーム、二塁ランナーホームイン、ホークスまずは1点先制、1対0。今の先制の場面リプレイでご覧ください。さあ、同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で三ツ俣、初球見送ってストライク、まずは見送りました。第2球、外角低め、縦のカーブ外れてボール、投げた、打ったに当たりだ、センターバックダイレクトで当たった、二塁ランナーそのままホームへ向かった、ドラゴンズ追いつきました、1対1。三ツ俣タイムリーツーベースヒット、ドラゴンズなおもチャンスが続いています。ホークス追う展開で迎える3回です。ノーアウトランナー一塁、打ちました、引っ掛けた、ファースト左横のフライになりました、掴みました、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、インコースのボール左へ、三塁線破った、ボールは中継、長谷川いいバッティングを見せました。ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。投げた、打った、初球打ち、セカンドフォースアウト、あっと、送球それた、田代いい当たりでしたが、セカンド正面、ドラゴンズなおもピンチが続きます。タッチはセーフ。第9投げた、初球打ち、抜いていった、ライトからサードへ、ドラゴンズ追いつかれました、2対2。さあ、先ほどの同点の場面です。負け越しのピンチで迎えるバッターは川瀬、第1打席はスイングアウト、打った、掴んで、これで3アウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。序盤終了しまして2対2、ドラゴンズこの回1点奪われ同点とされています。ドラゴンズ同点のチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面で三ツ俣、打った、これは強烈、入れば逆転、レフト見送った、ホームラン、逆転ツーランホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、初球をうまく捉えました。三ツ俣ベンチの期待に完璧に応えてくれました。こちらが先ほど逆転のシーンです。ホークス追う展開で迎える5回です。ノーアウトランナー一塁という場面で長谷川、第9投げました、初球から打ってった、レフト前ヒット、レフトからセカンドへ、二塁セーフ、長谷川ナイスバッティングです。ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。左バッターボクサー5番田代、大きな声援が届いています。打った、二塁ランナー三塁へ向かう、二塁フォースアウト、一塁はセーフ、一塁はセーフ、併殺失敗。さあ、4球目、スリーバントスクイズ、ファーストボールを掴んだ、スクイズ決まった、ドラゴンズ追いつかれました、4対4。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。バッターは7番川瀬、今日は三振とセカンドライナー、投げました、外角低め、空振り三振、
リプレイをご覧ください。5回の裏が終わりまして4対4、鈴木この回さらに1点を失いました。同点で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で打ちました。亀澤ボールを掴んだ、アウト。コラスいい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。ドラゴンズピンチを迎えます。第3球を投げました、打ちました、2塁ランナー3塁へ、アウト。長谷川いい当たりでしたがセカンド正面。ドラゴンズなおもピンチが続きます。さあここで試合の流れを左右するターニング、打ちました、ファースト落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。三つ間見事に流れを断ち切りました。ドラゴンズピンチを乗り切りました。攻撃に期待がかかります。同点で迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で三つ間、今日はツーラン、初球から送ってきました。ピッチャーの左へ転がした、間一髪セーフ。さあ得点圏にランナーを進めました。ドラゴンズ勝ち越しのチャンスを迎えます。ホークス何としても得点を挙げたい9回です。ノーアウトランナー、ここは振ってきました、2塁送る、セカンドフォースアウト、アウト。ダブルプレイ、あと1人。左バッターボックスには三森、スタンドからは大きな内角見逃し三振。佐藤ナイスピッチング。ドラゴンズ1点差で逃げ切りました。中日ドラゴンズが勝ちました。本日の勝ち投手三つ間、負け投手石川、西武投手は佐藤。さて本日のヒーローは三ツ俣、今日3打点を挙げる活躍を見せました。本当に